えーではえー極東事変バート3取っていきまーす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 ん特に何もないぞないぞ何もないなここら辺にいるんだっけあピンクのリボンだそうだ忘れてたーピンクのリボン取りに行きますピンクのリボンロッカーの中かなでも多分どっか光ってると思うんだよなーこのゲーム基本光ってるとこ調べればいけそうな気がするいけそうな気がするーおな何もないか 一瞬でこのチョークがね、なんか光ってるように見えるんだよな。でもチョークなんだよな、ただの。うーん。あなんか今、今なんかキラリとなんか光らなかった気のせいかね。あれこれかなこれを見間違えたのか今。なんか今一瞬キラリと光ったような気がしたんだが。でもこっち何もないよな。この先何もないんですかピンクのリボン。ピンクのリボン。どこに落としたんだ この回じゃないのかな花子さんの元いたクラス花子さんは幽霊だから別に元生徒ってわけでもないんじゃないかなあれあのー、鏡なくなってねん鏡なくなってねワッツあのピンクのリボン見なかったっすか <laughs> 叩き起こすひらはらさらに叩き起こすさらに お起きた <laughs> あさっきからなんだよ。痛えだろ。ええ平原平原マジかよ。マジかよ。ギャグじゃん。<laughs> ちょっとしたギャグじゃん。殴るっていうギャグじゃん。マジかよ。振っ低いな。沸点低いな、意外と。マジかよ。 激ぷンぷンかよう。うーん誰かいるのかあれ、こっからあれあ、俺セーブしなかったか。あ、セーブしてなかったのか。花子さんがピンクのリボン探してこいって。仕方ない。ピンクのリボン。ピンクのリボン。え、どうすればいいんだでもあっちなんもなかったよな。ちょ、待ってよ。あっちなんもなかったのかな、ほんとに。あの俺が見たキラキラは、気のせいのキラキラだったのかな。 まさか死ぬと思わんからさまさか死ぬと思わんからセーブしてなかったぜマジかよ寝てるとこ起こしちゃダメなんですねどう猛になるんですねうーん何もないえーセーブしようでちょ,ちょっと軽く起こそうか軽くえー、っと叩き起こすよしやめるよよたき起こす あ,あ、ごめん。累計なの。それ累計なの。ごめん、ごめん。ごめん。累計だった。痛いだろう。痛ごめん。累計かいや一新されるかなと思って。一回やめたらなくなるかなと思って。マジかよ。累計だった。累計だったのねご。ごめん。累 <laughs> 計だったわ。累計だった。蓄積されてた。怒りがあそうだ。あれだ。あの人に話聞こう。主に主に話聞こう。 それでいいんじゃないか主に話聞けばピンクのリボンぐらい知ってるだろう主だもんな。この、このあれの。彼の方は通しです。気まぐれにさまよっております。えー、それだけさっき聞いたって。さっき聞いたじゃないですか。えー、じゃあ一回かななんか叩き起こす的なリアクションも追加されてたし。ピンクのリボン、一回戻ってみたらどうでしょうか 帰ったらピンクのリボンとかないかなこれ帰る必要はないのかななんかいつでも帰れるっていうのがなんか何かありそうな気もする。なんか手伝ういや大丈夫だ。なんか手伝って欲しくなったら来るのかここに。それまでは探索かなピンクのリボン持ってないですか体調。仕事に行かれば。何もないか。うーん、何もなかった。でも多分あれですね。人手が欲しい時 にたぶんでしょう、ね、多分何か手伝うときがあるときたぶん呼ぶんだろうな花子さんってどこ移動するんだトイレかトイレの花子さんだから他のトイレに行ったときに視察にさ <laughs> 定期的に他のトイレに視察に行くとしてここら辺にあるんじゃないのピンクドリボンないのトイレの花子さんでしょトイレ関係じゃないのトイレ周りにあるんじゃねっていう私のおおもじゃもじゃしたものがある何 これもじゃもじゃゃな,おおおおなんだこいつはどっから入ったんだええ食べ物は俺は持ってないかわかったわかった持ってくればいいんだろうそこで待っている食べ物おとなしく待ってろめっちゃ叫ぶやん食べ物えー、お外には谷崎がいる無用だえう、ー、んー だから、この霧島さんもあれでしょ。幽霊の言葉はわかる人なんでしょう。特殊な訓練を受けた極卒っていう。あの子を持ってるかな、そうか。あれか、何々を手に入れるためには何々に,何々に渡さなきゃいけないみたいな。そういうことですね。伝説の剣を手に入れるには、伝説の鍵がいるということですね。うん、食べ物。あっ知ら知らじゃない。<laughs> え何だだけ。ひらはらか。ひらはらとか食べ物持ってんじゃね持ってるだろ、多分 ララ食べ物持ってるだろうおお何もないな <laughs> 無言で漁っれて大丈夫か無言で漁ってるぞ寝てる人のものをよ食べ物何もねえな役に立たねえな,な食べ物ここであっちに戻るのかな帰るここで食べ物くれっていうことなのかなやばいぞこのパートも長くなりそうだ あ、すまないが何か食べ物持ってないか当たり食べ物、うん、ちょっと待っててくれ。佐伯。佐伯よ。リンゴならあったけど、これでいいサンキュー。リンゴ手に入れた。ああ、大丈夫だ。よかった。じゃあ気をつけていってらっしゃい。やったぜ。さやを当たったぜ。お出かける。やったね。俺の推理がさ伯は当たった。さっきの謎解き、ご了承した俺とはもう違うんだ。<laughs> あのパートだけお帰り直そうかな、こっそりと。 やり直そうかな後であのご両親ちょっとちょっと夏時じゃないもんなそう当たり戦なんだもんなセーブよしほら持ってきたぞおおっ食べる音よんんあリボンを手に入れたお前が持ってたのか すげえドンピシャじゃんみんなの推理これで探し物は見つかったな私に行くか芋づる式だぜこれわっっおびっくりさせんなよーやめろよお前恩あだで返すなよーびっくりだぜもうリボンピンクのリボンかわいらしいびっくりだぜーえなな,なんでなんで威嚇すんのえみんな俺の声にビビってるんですか <laughs> あれこの演出じゃなくて俺の声にビビってるんですかみんなバカな わからん。よし。そうなのあ出てきてる出不詳って言ったら出てきちゃった。ごめんよ、ディスったわけじゃないんだよ。なんか肌の色悪くないお前が探していたものだ。リボンを渡した。あれ、ありがとう。助かったわ。あなた優しいのね。お礼に上への道開けてあげる。うん。最初からしてくれれば、こんな手間は。じゃあね。待て。明るい髪の猛、えー、者を見てないかあーあれね。見かけたわ。上に行ったわよ。 どうしたのかまあ私にもいろいろあるのよ。苦手なものがね。苦手なもの。せいぜい頑張りなさい。ほう。まあいい子だったな、この子。あ、いなくなった。どこに行ったの別のトイレに移住したのいなくなったぞ、花子さん。まあいっか。これで上行けるになったってさ、セーブしよう何か待ち構えているのか。鏡あんじゃね。あの消えた鏡めっちゃ気になるんだけど。え、後で鏡出てきたりすんのかな えー、図工室。入れます、はいかかってるよねー。普通ねー。こっちかトイレとか。あれだね、全部あのー、同じ感じだから、何階にいるか分かんなくなるね。覚えとかないと自分で。分かんなくなるや。今自分が何階にいるのか。今3階だよね。今3階。鏡の中の自分落ち着きたら怖いなーそれは激怖だなな何もない感じ。教室は基本何もないのかな 教室は基本なんもない感じかな。おっといるやん <laughs> いるやん自分。マジか、ドンピシャだったわ。え、行けます行けるね。ここにいたか。もうじゃお前は死んだ。今更逃げても仕方ないだろう。もうじゃバリ、はやめて。私はマキよ。マキちゃんですね。さっきの。ならばマキ、お前の人生は終わったんだ。いつまでもさまような。なんでなんで追ってくるの私が何をしたっていうの お前を冥府へ送るのが俺の役目だええ、あなたはあなたは後悔したことあるありまくるよん私はずっとよずっとずっと何が悪かったのか何がダメだったのか誰も私を見てくれないあ消えた逃げたか逃げられたのこれ何あんたが取ったんでしょう私じゃない 多分いじめられてるのがマキちゃんだろうね嘘つき私のノート返してよ泥棒ウソつき私じゃないひ人返してウソついても平気なんでしょう頭おかしいもんね <laughs> 口悪いな誰も信じてくれないでもおかしいのは私壊れた金具これ何の金具なんだろう全部同じ金具らしいから何の金具オルゴールとか 悪いでみんなえー、何の金具を集めてるんだろうこのおっとーそんなーあなんか言ってたぞぶつくさい言ってたぞつぶやいてたセーブだーセーブだー死んだら怖いからなおっおっこうやって導いてくれるのすごいありがたいありがたいぞいきまーすおな何かある鍵か鍵を手に入れた 図工室じゃない校長室の鍵。どこですかギブミー校長。校長室は、1階か。1階の、うーんー、1階の階段の横の、あれか俺そっち行かなかったっけまあ、でも1階に行きましょう。1階の校長室に行こうだ。ガイあ、いなくなってる。あ、いなくなってるぞ。奴ら。 どこ行った、平原。俺を無残に惨殺した、平原。おぉあ、ここだね。はい。お、なんかある。ここら辺はもう調べる必要ないのかな。よし、じゃあ、光ってるとこだけ。ドピンポイントで調べていこう。んまあ、ぐってる。うるさいバカな子。何度言っても分からないなんて。いい加減にしてよ、グズ。育ててやってるのに。お母さん,なんですか誰にいたのかしら あ,あどうして生まれてしまったの出来損ないの私お母さんからも壊れた金具おっと急に来んなって <laughs> 今のは何俺がいるから帰ったのか嫌いかそんなに俺が何で帰ったパターンパターンじゃねえよ声かかってる何だおっとあ霧島どうした何だ何だじゃねえよ いきなりふっか,かけてきたらお前だろえっこ,この世界線では叩いてないよこの世界線では叩いてないよなぜ俺が調べくれなよそれ俺が聞きたいし分からん俺は仕事しかしてないぞ寝ぼけたのかえな何なの俺ちゃんと起きてんだけどでも霧島嘘つかないもんなバカ正直だもんな <laughs> 君にバカとは君にバカとはじゃああれは何面白いこと始まるの何の話ださっきからちょっと探してくるわ 絶対言われたくない相手に言われたわー侵害だわえー、何何が始まるの面白いこと面白いこと始まるって何祭りえなんか手に入れたっけ補充術の鍵使ったよねうん絆創膏とかいつ使うんだろうこっちは来た道かえ,えどこに行くんだえ何の伏線なのなの 校長室の釘手に入れて…あと行ってないとこってことどこだ図工室もまだ行ってないし、音楽室行ってない。家庭科室も行ってないよね。行ったか家庭科室は。うーんー、鏡の方。鏡の方かそうか鏡に映った自分がなんか暴れてるってこといやでも鏡ないしなおおなるほどさっきバタンバタンしたのはあいつかあいつなのかどこ行ったどこ行った こっちこっちえ鏡の自分が暴れてるのそんなファンタジーなまあ、妖怪とか喋ってる時点であれだけど。えあいつどこに逃げたんだろうあれだよね、どこに逃げたっていう描写がないと、総当たりになっちゃうね。総当たりになっちゃうな。全部探さなきゃいけない感じ。おー、こっち男子トイレかな。どこに逃げたんだもう一人の割って。 トイレかないやでもまさか、さっきからだってトイレに隠れる、隠れる率が高すぎてさ、まさかトイレには隠れてないでしょ、そんな。まさかね。まさかいないでしょ。おらんのかい。おれよ、そこは。<laughs> そこはい、いろよ。丁寧に丁寧に伏線貼ったのに。いろよ、そこは。いてくれよ。いて欲しかったわ。え、どこ行ったじゃあ、上か上なのかなこっちか 行って欲しかったな、今の。めっちゃ期待してたのに。よ、花子さんの謎解いたぜ。何か困りですかいや、大丈夫だ。困ってるじゃん、今。今、探してるじゃん、自分。上かじゃあ。だって、こっちに逃げたから、ね、下か上かしかないもんね。こっち行ってないってことは。上かおいおい大胆に穴開けていったな。体当たりでな、な、これ。こんなんなんなかったよね。なんだこれ。ずいぶん深い穴だが入る。 え何ここ隠し部屋え何ここめっちゃ怖いんだけど。えなんか前から来たりしないようなうわーみたいな。走ってこないような。え何何この長い空間何おいるん俺を語るのはお前か。霧島横顔。ちらみしてる。ちらー。やはり姿は俺か。何者だ。霧島 霧島なんか目つきが変わっていくおっ乗る気はないかならば力ずくて暴くのみ何おおかっこいいなんだ手応えがないえっどうなってる霧島霧島霧島痛いあっ霧島えっここは一旦引くか負けたの偽物に負けたのええー なん,だなんだここえー、お前も捕まったのかいご宗教様ここはあいつの世界ドイツ俺も捕まったのさドイツ平原平原かお前極卒かそうだお前強いんだろそうだろ腕に自信はあるぞ偽物に負けたけどな知れる情報は教えようあいつをどうにかしてくれ俺たちはあいつに勝てない平原 かまわん。どのみち、は対処する。長居するわけにはいかないからな。頼んだ。他の奴らにも伝えよう。どうにか出たいが、さーて、入れるなら出れるはずだが、出口はどこだか。せやな。ここびくともしないな。扉のようだが、ただの壁か。なにトリックアートってやつですかこの時代に、大パーツじゃん、そんな。セーブしよう。トリックアート的なこっちは あ、これは絵じゃないんだな。できり絵かと。あ、向き変わってるね。これ鏡の世界かな。これ鏡の世界じゃね。な、トイレの向き変わってるんだけど。なんかちょっと、ちょっと向き変わるだけでも斬新だな。いいな。新鮮な感じするな。ねネームプレートも右についてたのが左についてるもんね、これ。クラスとかのプレートも。ああ、いい感じ。いいですね。なんかちょっと、ちょっとでも変化あると楽しいな。 ずっと同じだったんだね。鏡があるね。ちょっと待って。待って。えよっ。鏡こんなものなかったはずだが。見る。磨き上げられているな。え鏡こんなもの。触る。やっぱり。ええん触る。移動できる感じちょっと待って。触る。 移動できるんだ、ね、てっきり閉じ込められたかと思ったそうじゃないんだなおんおんな,なんすかなんすか人生の路を問う道でいいのかな人生 ?2341 がないのがすごい気になる2ん ?3 ん ?4 う？なのだなのな ん何なのこっち 4? え 3?4? 帰りまーすなんかねまだ来るべきじゃなかった気がするまだ来るべきじゃない気がする何も分かんないっす何も分かんない順番あんのかなまあでもそうだろうな私は知っている何でも知っている真実は隠されたここにはないそれってあんま何も知らないのと同じじゃね それ俺でも言えそうなんだけど。えな,な、なんか知ってるえなんか有益な情報くれたなんも知らんのやんか。えぇ、ー。なんも教えてくんない知ってる詐欺だよ、知ってる詐欺。知ってる知ってる詐欺だよ。えー、じゃあもうちょっといろんなとこ行ってみるか。なんか行く順番みたいな、教えてくれる。423? えなんでみんな423っていうあれが出てくるの そんなあったっけヒント的なもの。なんで423なんだろう経験者なのこのゲームの。まだなんかヒント的なもの持ってない気がするんだけど。すごい、すごいあれだよね。びっくりだよね、急に。423なのまたご利用しなの <laughs> これで謎,とか謎解かずにいったら、またご利用施設が出てしまう。この扉は何なの待って。 えー、触る人生の道ね。そういうことか。そういうことか。スフィンクスね。頭いいな。そういうこと頭いいな。そういうことね。最初は赤ちゃんで4本足。次はあの大人になって2本足。最後はつえついて3本足ってことですよね。すげえな。即解いたな。すげえな。何なの天才なの そういうことかそこであれが出てくると思わなかったなそのクイズそしてこれは詰んでないなあびっくりした詰んだかと思ったすごいな見る触る壊すえー、ちょ待ってちょちょ見る映らない映らないってさちょセーブセーブできないのーあっセーブできない感じに色付けされてるけどできるっていう事実おできるのどっちなのできないのできたよえっ、ー、と触る触ったら死にそう生叩たけー 生まあたたけこすそやーどうだおおよし鏡壊せばいいんだななるほど全部の鏡を壊せばいいんでしょそういうことかなるほどお扉のよダがただの壁かクソトリックアートかよじゃさっきの人生のとこ行こうか人生のとこ行きましょう一通り調べたらよし 人生とかあ、なんだ回復してあげようか。体力ないから、一回だけさ、頼まない。僕、体力、ちょっと減ってるー。ちょっと減ってるけど、まだ頑張れる。まだ頑張れる。うん。あ、でも回復してもらおうか。多分回復してもらう機会ないだろう。よし。全回復にござるー。行くぜ。じゃあ、人生の道行こうか。人生の道。人生の道。 結構だいぶ撮ってるな。そろそろ一回終わっていかなきゃ。人生の道撮ったら行こうか。一回パート区切るかな。えぇ、ー、触る。なるほどね。人生ね、人生。俺ももうちょっとしたら、つえつくんだろうな。人生のロト。だから2、3、4しかなかったのか。みんな頭いいな速攻だもんな。4、2、3。なるほどね。すげえもうすごいよ、もう。触る。生温かい。壊す。 いいねこれで壊したね。じゃあ各階にあるんだな多分。各階に2個ずつあると思う。こういう鏡が。なので次パートで鏡全部ぶっ壊しちゃいましょう。なんか謎解けばね、多分解けるんだろうな。そんな感じだと思います。パズル的な、クイズ的な。やっていきます。よければ次のパートも見てね。お疲れ様でした。